なあ、パーツ2ようこそ。これ、Xbox 360のゲーム紹介のパーツ2。まだ1見てないなら、まあ、こっちにリンク貼ってるから、最初は1から1見てください。さあ、それで、鈴木は。まあ、これは、多分、俺が一番好きなゲーム。あ、本当に。フォールアウトは、本当に、まあ、一番好きなゲーム、本当に。このゲームは多分、何回もクリアした。6回ぐらいクリアした。本当に、300時間ぐらい、このゲームで遊んだ。本当に。なんか、かなり面白い。うん、まだやってないな。本当に、買ってください。早く、今。このビデオ止めて、このゲームを買いに行って。本当に。フォールアウトは、これは RPG だけど、ね、まだ言っていないけど。これ、なんか、英語版もあるけど、日本語でやった俺は。どうしてかは、なんか、日本語版が かなり安かった。買った時に。2000円ぐらいだった。今はもっと安く買えるけど。なんか、追加コンテンツもあるし、なんか、Fallout 3の、なんか、Game of the Year か、ベスト版の、何になってるかわかんないけど、それもある、追加コンテンツもついてるから、その版があれば、それを買った方がいいけど。このゲームは、ぜひ、やってください。フォールアウトさん。そして、次。うわぁ、こっち。次は、フォールアウトニューベガス。これはフォールアウトさんの次の話。なんか、フォールアウトさんに関係ないけど、本当に前のフォールアウト2とフォールアウト1の、話に続きみたい。これも、何回もクリアした。4回ぐらいクリアしたけど、まだ追加コンテンツが終わってないから。これは全部出ると、またこのゲームやる。なんか、フォールアウトは、本当にかなりいいシリーズ。まだ、知らないなら、やってないなら、ぜひ、やってください。本当に、どっちでもいいけど、なんか、フォールアウト3はかなり面白いけど、フォールアウトニューベガスも同じレベルぐらい面白い。でも、フォールアウト1と2はやったことあるの？あるんだったら、フォールアウトニューベガスは結構、なんか同じキャラクターとかが出てるし、同じ場所とかが出てるし、なんか面白い。まあ、1と2はやってないなら、まあ別に3かニューベガスでもどっちでもいいって感じ。次は、ストリートファイター4。まあ、格闘ゲームの中、ストリートファイターが一番いいと思う。ストリートファイター4は一番いいと思う。なんか、2と3も好きだけど、まあ、4も結構ハマってた。4が出るときに友達と毎日やってた。本当に、いっぱいあったから、結構、得意になったかな。俺が使ってるキャラクターは、バイソン。バイソンが使ってる。ボクサーのやつ。なんか、英語の名前が違う。彼はバーローグになってる。ちょっと、まあ、どうしてかわかんないけど。これは、ボクサーのやつが一番強いキャラクターだけど、彼と新しいやつ、ハカーンが好き。まあ、彼、ハカンは4に入って、彼は、スーパーストリートファイター4に入ってるな。ハカンだ。でも、まあ、スーパーの方がいいかもしれない。まあ、バランスがいいし、キャラクターが多いし。まあ、この方がいい。ストリートファイター4が、スーパーの方が。新しいやつはまだやってない。アーケード版は、特に、新しいキャラクターは、
4人しかないし、まあ、そんなに好きなやつじゃないし、なんか、ヤングとヤンは、90年代っぽい。まあ、好きじゃないし。それでアーケード版は買わないかもしれない。それで、マーブル vs マーブル対カクン3。これは好きです。なんか本当にこのシリーズはかなりいいだけど、なんかアメリカに日本より、まあ、なんか人気があるみたいけど、これは3はかなりいいと思う。なんか本当に何時間もやって、あの、世界のランキングで、なんか、1000ぐらいはやる。俺には1000ぐらいになった。でも最近やってないから1000になった。前は結構300の方に なってたけど、まあ、使っているキャラクターは、だいたいキャプコンの方だけど、ね、俺は、あの、ハガー、あの、ファイナルファイトのハガー、と、モリガン、あの、ヴァンパイアのモリガンと、あの、シューマーゴラス、あの、タコみたいなやつを使っている。でも、まあ、このゲームはかなり好き。最近は新しい版が出るらしい。なんか、スーパーマーベル vs カプコン3みたいなやつが出るかもしれないって感じで、まだ、まあ、それが出ると、かな、まだやる。最近は、まあ友達と、まあ、一問負けてるから。友達が負けてるから楽しくないと言った。まあ。まあ、それが好き。そして次は、これか。アサシンクリード。これは面白い。なんか、ステルス系な、なんか、まあ箱庭、のやつ。なんか、まあ、みんなは知ってるかもしれないけど、このゲームは結構、な、1は、まあ、つまらなくなる可能性が高い。なんか、同じミッションが繰り返してるみたい。何回も何回も。でも、アサシンズクリード2に、なんか、ミッションの種類が、まあ、多くなったから面白い。キャラクターが違うけど、アサシンクリードのアルタイアが好き。俺的にその人が好き。エツヨより好き。でも、このゲームだったら2の方がいいと思う。まあ、もっと面白いと思う。そして、その後、新しいアサシンクリードブラザーフードはオンラインがある。まあ、アサシンスクリード2の話は、の続きだけど、オンラインもある。オンラインは結構面白い。本当に。オンラインは、まあまあ、あんまりやらないかな。なんか、他のゲームの。格闘だったらやってるけど、それ以外はオンラインはそんなにやってない。なんか、あの、人のオンラインはあんまりやらないけど、アサシンスクリードのオンラインが面白いから、まあ、ブラザーフードは、オンラインゲームが好きだったら、ぜひ、これをやってください。と、次。は、マスエフェクト。これは、かなり面白い。なんか、これは、多分、まあ、6回ぐらいクリアした。本当に。何回もやった。いろんな、なんか、チョイスがあるから。なんか、なんかやったら、なんかエンドが違うし、なんか、いろんな話になる。なんか、クエストが違うとか。まあ、そのチョイスで、なんか、いろんな、なんか、ストーリーが出るから、何回もやりたくなる。まあ、そして、SF 系の RPG。結構面白い。マスエフェクトやってないなら、やらないと、本当に。このゲームやらないと、ね。そして、マスエフェクト2。マスエフェクト2は、マスエフェクトよりいいと思うけど、
多分4回ぐらいクリアした。そして PS3 版もあるから、PS3 しか持ってない人は、できるようになった、マスエフェクト。ぜひ、ぜひ、マスエフェクトやってください。本当に面白いと思う。RPG。まあ、これは RPG の、まあ、RPG の部分が少なくなった。でも、まあ、まだ RPG になってる。結構面白い。と、次は、北斗無双。無双のシリーズは、三国無双とか、戦国無双とかは全然やってない。やったことない。でも、北斗の拳が好きで、これは、最初買った無双ゲーム。まあ、北斗の拳が好きだったら、絶対このゲームは好き。本当に。まあ、北斗の拳の中のゲームは、これは一番いいと思う。次は、ビューティフル塊魂。なんか、塊魂前の PS3 のビデオの話したんだけど、なんか、かなり面白い。でも PS3 を持ってるなら、塊チュービューと買った方がいい。だいたい、このゲームのステージが入っているから。これは、まあ、買う理由はあまりない。PS3 版を買ったら。次は、キャスリン。キャスリンは、かなりいい。パズルゲームだけど、パズル、なんか、ホラーパズルれない系ゲームになってるかな。どういう感じ?どういうゲームか、よく説明できないけど、だいたいパズルゲーム。でも、本当に多分60時間ぐらいやった、このゲーム。何回も何回もクリアした。全部のエンディングを見た。本当に8回ぐらいクリアした。そして、みんなはかなり難しいと言ってるけど、そんなに難しいと思わなかった。本当にノーマルでやって、まあ、ステージが分かったらそんなに難しくないと思う。まあ難しい。でやったら、ハードでやったら難しいけど、まあ、ノーマルでクリア、普通の人がクリアできると思う。頑張ったら。イージーはイージーだけど、まあ、キャスリンはやった方がいい、本当に。まあ、次。これは、Xbox 360のが一番有名な、ヘイローシリーズ。ヘイローは、ヘイロー3。これは、まあ、シューターだけどな。シューティングゲームだけどな。まあ、そういうゲームはそんなに好きじゃないけど、友達と一緒にやりたかったから、まあ、ヘイロー持ってる。まあ、ヘイローは360のなんか代表みたいな。次は、ヘイロー・リーチは本当に、こういうゲームは好きじゃない。あんま好きじゃないけど、ヘイロー・リーチは、まあ、本当に、いいゲーム、本当に。こういうゲームは好きじゃなくても、こういう、まあ、このゲームは買った方がいいと思う。本当に、こういう、は、俺はこういうゲームは好きじゃないけど、これは好きになった。まあ、他のやつは、まだ、やらないけど。次は、ヘイローウォーズは、シューティングゲームじゃなくて、ストラテジーゲームみたいな感じ。シミュレーション、ストラテジーシミュレーションみたいな感じ。な、スタークラフトは PC 版のスタークラフトみたい。でも、Xbox でできるから、まあ買ってみた。一回クリアしたけど、まあ、オンラインとか、まだ、もう一回クリアする気はない。まあ、まあまあって感じかな。まあ、そんなに、ストラテジーゲームは好きなわけないから、まあ、たまにやりたくなるから、これよかった。次は、
地球防衛隊軍は、地球防衛軍かな。わかんない。読めないし。でも、これはもともと、プレイステー2のシンプルシリーズのゲームだった。本当にそんな感じだから、だけど今は。このゲームはそんなに品質がいいなわけないけど、なんとか楽しい。どうしてかわからない。なんか BQSF 映画みたい。まあ本当にでかいアリとかでかいクモしか戦ってない。何回も何回も。たまにゴジラみたいなやつが出る。そしてエイリアンのなんか UFO みたいなやつも出る。でもなんか BQ 映画みたい。でも安いし、まあ楽しい。次はバイオニックコマンド。これは評価があまり良くなかったけど、どうしてかわからない。本当にこのゲームは楽しかった。まあ好きだったから、今安く買えるから1000円、1500円ぐらいで買える。本当に面白いと思った。まあ一回クリアして、まあ面白いなと思った。前のファミコン版もある。これは結構ファミコン版も似てる。本当に。まあファミコンのやつが好きだったら、これも絶対好きになる。と思う。本当に。まあ、評価が悪かったけど、いいゲームと思った。次は、フラクチャー。これは、安かったから買った。そんなに、まあ、一回クリアしてもうやらないって感じ。オンラインができるけど、今、誰もやってないから、もう、できないって感じ。でも、まあ、800円ぐらいで買ったから、まあ、800円ぐらいだったら、まあ面白いかな。と、パート2の最後、おまけみたい。Xbox の普通の Xbox のやつ。360じゃない。これ、新女神転生9。これは、Xbox しかできない。360でできない。でも、なんか、新女神転生のシリーズが好きだったら、ぜひ、Xbox 持ってる人、このゲームやった方がいい。結構面白い。そして Xbox しかできないやつだから、まあ、面白い。そして、オンラインで買ったら、100円ぐらいで買った。なんか、本当に89円で買った、このゲーム。安いでしょ。そして、それで、パート2が終わり。そして、パート3は、リンクはこっち。それで、ぜひ、パート3は最後。それで、見てください。